さあ両チームの選手が入場してまいりました。ビファーレン長崎も松田監督、松田監督は澤田が行く、澤田が味方の上がりを待ちます。澤田、そして米田へ、米田俊也右足に持ち替えてウェリントンハット、ミドルシュート、ディフレクションあって、これはゴールキーパーアジェノールが正面で抑えました。一つ長いボール、トクラが落下点に入ります。ここは船木です。あっとトクラ取りましたよ、トクラゴール前シュート、エドガールジュニオ先制、ビファーレン長崎前半の16分定点が生まれました。まあ、このシンプルな、ね、ロングボールダイレクトなプレーですけど、まあ、ここで、ね、船木選手が収めて、まあ、でも、ね、徳良選手が諦めない姿勢を出して、まあ、そこで奪い返してこの2トップでやりきりましたよね。ここはちょっと船木選手、ね、もったいなかったプレーではありますけど、まあ、徳良選手がしっかり諦めずにそこで、ね、献身的に、まあ、奪い切ってしっかり中を見て、まあ、2人で、ね、しっかりエジガル選手が入り込んだ、まあ、2トップでやりきった素晴らしい先手でしたね。面白いボールになった、ユーリが取った、シュート、安藤のシュート枠を捉えていました。ゴールキーパーの飛び、船木選手からですけどね、まあ、これ自分が収めるっていうよりかそう泥臭く、まあ、そこで潰れてそのセカンドボールの反応、これ安藤選手ですかね、高さと力強さユーリ選手いますから。さあ梅上狙った、うん、梅井だ、競り勝つ、この後横に有利だ、有利、有利から安藤、安藤エリア内仕掛けるか、下げてクロスが入ってる、ヘディング、富澤が止めた。まあ、この時間帯状況ですからこれでいいですよね。これ梅井選手ですよね、はい、これでもねよく